桜が満開の危機の道危機の道は宮崎県西都市にある全長約4キロメートルの散策桜。危機とは古事記、日本書紀のことであり、これらの文献に記される日向神話にゆかりのあるとされる伝承地をつなぐ。日向国の僧者とされる妻神社からニニギノ村とこの花桜姫が新婚生活を送ったとされる伝承地などを経由し、 サとト玄墳群の男狭坊塚、女共補塚に至る。一部区間は歩行者専用道路として整備されている。宮崎県内には同じ物語の舞台とされている場所がいくつか存在し、これらの伝承地を否定することは難しい。危機の道の伝承地は、江戸時代の国学者小玉地図によって、文政6年に完成した神代の絵図に見られ、 その頃にはすでに日向神話の伝承地として存在していたと考えられる。これらの伝承地は現在も地域住民によって丁寧に保存されている。このか危機の道沿いには日向国府跡や古墳群などの史跡が密集し、当地が古代日向の政治、経済、文化の中心地であったとされる。サイト氏は考古学的遺物と、 神話伝承が凝縮して存在する町であり、サイト出身の考古学者、日高正春氏の発案をもとに、点在する史跡や伝承地をつなぐ道が、危機の道と命名された。付近の地名には、妻、小湯、酒本、石抜き、道寺丸など、日向神話にルーツがあると思われる地名がいくつか残されている。伝承地の一つである小湯の池は、 現在の小有軍の名称の由来となったとされている。また、妻の地を、義士和人伝に、記載のある、妻国の否定地とする説があり、危機以外の歴史書にもゆかりがあると言える。一帯は、県指定の長獣保護区となっており、一部は、九州自然歩道とも重なるなど、自然と人里が共存する風景が広がる。 毎年11月に開催される、サ藤古墳祭りの松明行列では、松明を持った数百人の行列が、危機の道を更新する。2018年5月24日には、サ藤原古墳群を中心とした、周辺地域の古墳群が、古代人のモニュメント第一に絵を描く南国宮崎の古墳景観マイナスとして、日本遺産に認定され、危機の道は、ストーリーの主題を保管するものとして、 構成文化財の一つとなった。地域住民が主体となった伝承地を守る取り組みや風景づくりが評価され、2019年度グッドデザイン賞を受賞した。無個室跡と楠の木の巨木危機の道沿いに十の伝承地が連なっており、危機の道を外れた場所にもいくつかの伝承地が点在している。妻神社お船塚、愛染川や広戸の跡無個室跡小湯の池。 石抜神社大戦塚木の岩屋男狭塚、女京保塚、ありがとうございます。